J1 浦和レッズは24日、FW ファブリシオと DF マウリシオ、ポルトガル一部のポルティモネンセに期限付け移籍することを発表した。移籍期間は、両社と2021年6月30日までとなっている。今シーズンの J リーは、ダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴を、1ヶ月無料をし、実施中、二人はいずれもフルス復帰となる。 2018年か、浦和でプレーしているファブリシオは、クラ、公式サイトで次のように、コメントを残した。ナさんに、とても感謝しております。いつもダンク歓迎してくれた素晴らしいファンサポ、ターのおかげで、浦和で幸せな時間を過ごす、とができました。皆さんに作ってもらった、やんとも、心の中にずっと大事にとっておき、す。不運なことに、今年は、 浦和に貢献すること、できませんでしたが、これからもしっかりと力をし続け、いつかまた、浦和のユニフォーム、袖を通し、勝利を重ねタイトルを取り、皆さんと共に喜びを分かち合いたいと思います。ワレッズ、そしてその素晴らしいファンサーターの皆さん、心からありがとうございます。いつまでも感謝しています。これからも浦和の応援をよろしくお願いします。浦和が努力、ながら、 すべての目標を達成し、幸せになる子を願っております。自分がどこにいたとして、浦和を力強く応援しています。浦和はこれかも、ずっと自分の心の中に存在し続けます。が、ありましょうね。心からありがとう。2017年8月にか、した、マウリシオのコメントも紹介されてい,い、ファンサポーターの皆さん、パートナー、皆さん、浦和レズスタッフに、 今まで浦和、過ごしてきたとしつきを感謝したいと思います。のクラブで3つのタイトルを取ることができ、せな時間を過ごすことができました。今年は、出るようなシーズンにならず、すべてが順、だったとは言えませんが、これからはピッチ、プレイすることを目指して頑張ります。ま、今、自分にとって、最も大事な存在である家族、も再会することができます。浦和との契約も、だ、残っていますし、 これからも試合をチェしながら応援しています。そして、いつも応援してくれた素晴らしい浦和のファンサポーの皆さんには特に感謝したいと思います。今も、たくさんの応援メッセージを受けと、います。皆さんの存在、感性、そしてエネルギーが一番恋しくなると思います。皆さん、ありが、うございました。またお会いしましょう。ありと、と ポルトガル一部のポルティモネンセは、GK 県、ん、周一と DF、安西ユキテルが所属している。両。<music>